皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。世界的ロックバンドのザ・ビートルズによる最後の新曲、Now and Then が11月2日に世界同時発売することが26日決まった。ポール・マッカートニー81が6月に新曲を予告して以来、世界的に高まっていた興奮と期待。 ついに全世界に向けてお披露目されることとなった。写真、新曲、Now and Zen のジャケット写真新曲、Now and Zen の物語は1970年代後半から始まる。コジョン・レノンが米ニューヨークの自宅でボーカルとピアノによる録音を開始。94年に妻の陽光のレノンが、ジョンのフリーアズアバード、 リアルラブのデモと共に、この音源をポール、コジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、83に渡した。そしてポール、ジョージ、リンゴは新しいパートのレコーディングをし、プロデューサーのジェフリンと共に、ナウゼン、ノラフミックスを完成。しかし、当時はジョンのボーカルとピアノを分離してクリアで曇りのないミックスを実現し、 曲を仕上げることが技術的な制限により不可能だった。そのため、Now ン Then は将来的に再度作業を行う可能性を残しながらもお蔵入りとなっていた。再始動のきっかけは21年公開のザビートルズゲットバックだ。ピーター・ジャクソンが監督を務めたドキュメンタリーは、 数々の賞を受賞したフィルムとオーディオの修復技術で視聴者を驚かせた。結果、Now and Then のデモに対して何かできるではないかという考えが浮上。ピーター・ジャクソンとエミール・ドラレー率いるサウンドチームは、ジョンのオリジナルホームレコーディングに同じ技術を適用し、 ピアノの音から分離することでオリジナルボーカルパフォーマンスの明瞭さと完全性を保つことに成功した。そして22年にポールとリンゴが曲を完成させるべく作業を開始した。ジョンのボーカルに加え、ジョージが1995年に録音したエレクトリックギターとアコースティックギター、リンゴの新しいドラムパート、ポールのベース、ギター、 ピアノが含まれており、ジョンのオリジナルの演奏とマッチさせた。ポールはジョージにインスパイアされたスライドギターソロを加えた。そして、ポールとリンゴはサビでバッキングボーカルも担当した。ポールは、ジョンの声が、とてもクリアに聞こえる。かなり感動した。僕たち全員が参加した本物のザ・ビートルズのレコーディングだと言える。 と出来栄えについて手応えを終えた。2023年にまだビートルズの音楽に取り組んでいて、一般の人々がまだ聞いたことのない新曲をリリースしようとしているなんて、本当にエキサイティングなことさ、とコメント。リンゴは、彼が部屋に戻ってくることの次に彼に一番近づいた瞬間だったから、僕たち全員にとってとても感慨深いこと。 まるでジョンがそこにいるようだった。斬新だった。と興奮を隠せない様子だ。ジョンの次男ショーン・オノレノンは、父がいなくなって何年も経ってから、彼らが一緒に仕事していると聞いて、ものすごく感動しました。この曲は父とポール、ジョージ、リンゴが一緒に作った最後の曲です。この曲はタイムカプセルのようなもので、 運命的なものだと感じています、とコメントした。また11月10日には、Now and Then2 曲数を追加したベストアルバム、The Beatles 1962年から1966年、通称赤版と、The Beatles 1967年から1970年、通称青版の2023エディションバージョン。 が世界同時発売される。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。